はい。今日は、社交不安障害、社会不安障害の2回目行ってみたいと思います。社交不安障害などそんな病気は見たことがない。これが昔の医者の常識でした。病気ではありませんね。医者がやるべき問題ではありませんね。これは本能と性格の問題ですから、病気ではありませんね。 科学ですね。脳の科学ではあ、人が持つ本能となっています。本能です。えー、生存本能です、えー。初対面の自分以外のものは、えー、危害を加えるものであると本能にプログラミングされて、プログラムされています、えー。病気ではありません。<laughs> 緊張、不安なのは当たり前です。初対面の人とあって緊張しない方がおかしいです。えー、勇気と愚かさは神一重です、えー。身長と臆病も神一重です。 <laughs> 要するに本能です SNS が発達して精神科医は何も治す技術を持ってないという実態が広まっています精神科医に心の問題は根本的に治せないことがだんだん今世間に認知されてきていますまず当たり前のことですね大勢の前でスピーチは誰でも緊張します <laughs> 日本人の95%の人は緊張します。当たり前です。初対面の人の前では緊張します。当たり前です。新しい仕事、環境は緊張します。当たり前です。外国行ってホームシックになるのも、まあ当たり前ですよね。 で話すことの不安や恐怖から会社を休んでしまうような例、まあ、こういう例があると。大勢の人の前で話したり、会議や,や意見を言ったり、威ある人との対面で過剰に緊張して汗がかくと、口が乾くと。 体が震えると、めまいや、動機と、えー、緊張すると、顔が真っ赤になると、えー、自分で赤面してしまうことへの強い不安と恐れと、人前で話をするときに上がってしまい、声が震えたり、えー、どもったりして話すことができないと、人前で話すことに対する、えー、強い不安と恐れがありますね。えー、人に見られていると思うと緊張して、えー、電話を、えー、緊張して電話したり、えー、人前で何かを行ったりすることができないと。まあ、こういうのは当たり前、えー、と。 えー、緊張して、えー、食事、えー、が喉を通らないとか、緊張しすぎて吐きそうだと、えーこう、吐いてしまうんではないかというのは強い不安と、受付や窓口で、えー、書類などを書く場合に人に見られていると緊張で手が触れるとうまく字を書くことができないと、人と会うときに自分の体臭や口臭が人に不快感を与えているのではないかと強い不安と、えー、不安や恐れがあったとしても本人があまり苦痛を感じる生活している場合は問題なしと、 えー、薬ですね、SSRI などの薬の副作用のために眠気やや,やる気のなさを強くして、えー、薬剤性のうつ状態に陥りますからあ、社会不安障害、社交不安障害で薬ですね、抗うつ薬とか抗不安薬を使うのは危ないですね、社会不安障害の場合は、脳や神経には全く異常は。 ありませんね。どこに異常があるか教えてほしいぐらいですよね。えー、精神科医に聞いてみましょうね。社会不安障害のどこで、どこに脳の、脳や神経に異常があるんでしょうか教えてください。<laughs> って言って、言ってみましょう。えー、社会不安障害の場合は、脳や神経には全く異常はないと。症状は、だから薬でか、何の改善もできないということですね。当たり前のことですよね。 恐怖症、同じものですね。社交不安障害、社会不安障害のカテゴリーの中、赤面症とか、対人恐怖症、あがり症というのは、まあ、同じものということですね。対人場面で、不当な不安や緊張と、嫌がられるとか、不快感を与えると、のではと考えて、対人関係から身を引こうとすると。外見、匂い、表情、仕草などが他人を不快にするのではという恐怖と、社交不安と似ているとして、と、あがり症とも呼ばれると、他人の前に 失敗経験などをきっかけに、人前で症状が出ることを極度に恐れて、他者の目,目の前で極度に緊張に苛まれると、えー、舞台恐怖などと呼び、ひこもりを伴うなど、社会生活に支障をきたすほど、重度のものを対人恐怖症と呼ぶ傾向があると。 私たに異常は全くありません。さっきも言いましたが、脳にも、脳の神経にも全く異常はありませんね。えー、どこが異常なのか教えてほしいぐらいですがあ、赤面症、赤面恐怖症、表情恐怖症、自分の表情が気になると、笑顔恐怖症、引きつって自然に笑えないと、えー、頬がピクピクと、痙攣と自分のおお笑い顔が泣きべそを書いているように感じると、えー、視線を恐怖視線を、視線恐怖ですね、電話恐怖、静、え、止、ー恐,えー、恐怖症、自分の 視線が相手を不愉快にさせているのではないかと思い、相手を制止できなくなると。それから、脇見恐怖症、視線を避けてはいけないと意識するほど、そちらに視線がいってしまうと。女性の えーえーえー、足、えー、に目がいってしまう,う,うテスト中に <laughs> 隣の席を気にしてしまうとそれから集計強調自分の顔立ちや、えー、体が見にくいと思い込んで過度の劣等感とそれから触れですね物を書くときに触れると人前で物を書くに手が触れるとそれから <laughs> まあこういういもんですね周囲から自分が犯人だと思われているのではないか、まあ、こういうのもありますねすごいですね 外食恐怖症、レストランなど人混みの中で落ち着いて食事をとることができないと。失語恐怖症、自分の言葉で相手を傷つけてしま,えしまっているのではないかと思い、自然に話せないと。えーえー、<laughs> 雑談恐怖症、自然な会話ができなくなると。 えー、きつ、どもってしまうということですね。多感症、汗が異常に出ると。大臭、口臭、恐怖症と。大、えー、臭がきつくて、えー、実際には症状が出ていない場合も目指してくないと人から嫌われとでしまって、えー、嫌われてしまっているのではと思うと。唾 <laughs> 恐怖と。唾を飲み込む時の音が人前で気になってしまうと。そう思うと、余計に、えー、唾液が出ると。お,おなら、恐怖症と。炭酸、恐怖症、女性恐怖症、まあ、こういうものと。 病気ではなく、その人の性格ですね。本能と、次は性格ですね。内気、はにかみやあ、緊張しやすい、えー、自意識過剰、神経質などの性格と、対人恐怖を持つ人は、民間の心理カウンセリングに相談、話し方教室などで通ったりする人も多かったと。性格の問題とされてきた対人恐怖が、病気と治療の対象になったのは、アメリカの精神医学会が作った DSM という、今日 え本ですね、教科書、これで病気にされたと。えー、社会反省外は英語の、えーこれえー、略を取って、頭、えー、頭文字を取って、えー、SAD と、まあ、こんな病気にしちゃったということですね。本を<能>薬でごまかしたり、本のですね、性格の多様性を否定したり、えー、して、えー、治療として、 薬物を使って薬漬けにするのは大きな間違いですね、えー。頭がおかしいのはどっちでしょうね、えー。これはよく考えなきゃいけませんね。本能ですからね。えー、不安とか恐怖というのは。本能を薬でごまかす。性格の多様性を否定して治療とをして薬物漬けにする。これがいいことかどうか。 ちょっと考えればわかることですよね。ベータ遮断薬、抗反薬、SSRI、選択的セロトニン再取り込み、取り込み阻害剤、と、こんなものを使ってると。抗生薬ですが、抗生新薬の母体は覚醒剤と同じアンフェタミンなどの母体をちょっと科学でいじって作ってるだけですね。同じものです。だから一度でも使うべきではありません。抗生新薬、 覚醒剤取締法違反ですよね <laughs>。同じものですからね、法律でも。えー、薬物療法には SSRA、選択的セロトリン剤取り込み阻害剤、えー、という抗うつ薬と、えー、脳の扁桃体という部分が非常に過敏と、扁桃体は恐怖や不安、緊張などの情動と関連が深いと。脳の、えー、体状化、大、えー、の規定核も過剰に働くと。 抗不安薬、身体症状が強い場合は身体症状を抑制する薬とこんなもので使えば、えー、もう抗精神薬漬けになりますよね危険ですね。心病薬が脳体積を減少させますね、えー抗,えー、抗精神薬は刺激系と鎮静系に大別とあ前者にはコカイン脳かアンフェタミン このアンフェタミン、メタンフェタミンをもとに抗生死薬作ってますからね。後、え、者、ー、にはヘロイン、アヘン、モルヒネといったオピオイド系の薬物と、アメリカでオピオイド系の薬物の依存が、えー、大問題になってますね、えー。服用した人の気分がハイになったり、えー、トロンとしたりすると、えー。覚醒剤や麻薬に似ているど,どころの話ではありませんね。成分の面でも作用の面でも全く。 同じものです。交通新薬と、こういう,う覚醒剤、麻薬は一緒ですひろ。開き直ってしまうことが効果的最後ですがあ、開き直ってしまいましょうと、えーえー。社会不安障害を治すには開き直りましょうと、えー。苦手なシチュエーション、物事、仕事などは繰り返してチャレンジ、トライアンドエラーを繰り返して、 失敗しながら徐々になれると、これしかないと、それからさらに不安を下げるテクニックですが、不安を下げるテクニックとしては、さまざまなスキルを身につけるのも効果的、楽器をやるのもいいですし、得意ななんかスキルをやるのもいいですし、な何でもいいということですよね、自信が持てるスキルを、要するに自信が持てればいいということですよ、スキルを身につけると、それから理論不足。 これもいいとされてますね。えー、理論武装しましょう。<laughs> えー、それから、知識を蓄える。これも、要するに理論武装と同じなものですが、知識を蓄える。これも、不安が下がると言われてますね。特に知識を、知識をたくさん取ると、不安が下がると言われてます。はい。えー、今日は2回目お送りしましたが、あ社交不安障害、社会不安障害は、病気ではなく、本能、 ととということですね薬を使って治療するようなものではありません。はい、ありがとうございました。